それでは、タンカー編最後のステージである第3戦争の小ネタ紹介をしていきます。まず、分岐ネタとして紹介したいのが、潜入場所によるムービーの違いです。第2戦争からの潜入場所は、左下、左上、右上、右下、ダクト、の5箇所なので、この順でお見せします。それでは、どうぞ。この言葉、本計画は呪われているというものもよ。さあ、我々は、この計画を完遂にせねばならない。メタルギア。メタルギア。その言葉、本計画は呪われているというものもいい。だが我々はこの計画を完遂にせねばならない。メタルギア。その言葉、本計画は呪われているというものもいい。さあ、我々はこの計画を完遂にせねばならない。メタルギア。その言葉、本計画は呪われているというものもいい。だが我々はこの計画を完遂にせねばならない。メタルギア。はい、以上の5パターンでした。メタルギアレックスの時に比べると、CG やカメラ演出の向上が見て取れますね。このメタルギアレックスの不気味さも、かなり好きですが。大勢の海兵隊、海兵隊司令官の後ろに、メタルギアレイがドンと構えている。この先、どうなってしまうんだ、とワクワクしますよね。